皆さんこんにちは。私たちは角館高校小山林同好会です。今日は角館の町へようこそ。角館は桜並木や武家屋敷など見どころがたくさんある町です。その中でも毎年9月に繰り広げられる角館の祭り、そこでお祭りを盛り上げるお囃子手踊り、私たちの演奏で少しでもそのお祭りの空気を感じてもらえたら幸いです。また3月11日に起きた東日本大震災で大きな被害を受けた東北地方のために何かできないかと思い、義援金を集めたいと考えました。しかし私たちだけの力では小さく、ぜひ皆さんに協力してもらいたいです。私たちの思いが被災地の皆さんに届き、少しでも早い復興を願います。ぜひご協力お願いします。今日演奏する曲は神前で奉納のために奏でられる天林二本竹、明治初期から林に取り入れられた小山子、個人の家に店に回るときに奏でられるおいとこ、ゆったりとした笛で奏でられ家などに山を見せるときの曲、秋田甚句、林の中でも代表的な曲となっている秋田おばこ、目的を達して帰り山であることを表明する道中林、2台の山の交渉が決裂しぶつかり合いになる寸前に奏でられ、ぶつけ合いの間中続けられる神楽林。今日の演奏はこれで最後になります。私たちのお祭りをどうぞお楽しみください。Thank you.
Sara!